本当は病院の診察の時に写真撮ってねって言ってもらったのに、私が読むのがタイミングが遅れて病院が終わった後気がついたので、その代わりといってはなんですけれども、病院がの後の動画を撮ります。このにゃんこちゃんたちは6日ぐらい前かな、7日ぐらい前かなに、害虫駆除の会社の人たちが9匹殺す通門で、保健所でちょっとそれは私は無理だからと言って、7匹の子猫と母猫2匹をうちに全部連れてきてくださいと言ってお願いしました。結局母猫は1匹捕まらなかったので、この子1人だけが7匹を頑張って見てくれてます。撮影します。私は仮ににゃーちゃんって呼んでますが、にゃーちゃんこれずれてますよ、このこれちょっとずれてます。にゃーちゃんこれずれてます。ちょっとね、これじゃあ、これ、ちょっとね、崩壊系じゃね、このタワーはね。これちょっとね、危険じゃね。よし、でも今、洗濯ネットに入ってないと、そんな野良みたいなのは、駐車できんって言われて、これ、ぐしょ！これ入らんのかな？どうしたらいいのかな。これが入っとらんの。とりあえず抱っこしていった方がいいと思います。抱っこしていきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。お母さんはね、理想的な母猫なので、7匹の世話をほとんど寝ずにやってます。7匹のうち2匹はすごい、ちょっと待ってよ、切ります。